今のお話を伺ってて、支援を必要とするような環境にある子どもたち、はい、そういう子どもたちはどのようにしてモヨチルドレンセンターと出会っているのか、うん、モヨに聞くだけ、そこっていうのはどんな感じなんですか。基本的には2通りあって、基本的に全部児童局が入ってるんですけど、児童局から来る場合と警察から来る場合っていうのがあります。児童局から来る場合っていうのが、まあ、それこそ親がもう預けられないからとか、子どもの近隣の、コミュニティで暮らす近所の人とかが児童局に相談に行って、この子供がそれこそ親が何だろうかな、ああでこうで困ってるから保護してほしいということで、児童局にまずは相談が行って、その児童局が、どの団体にこう子供を振り分けるかどうかっていうのを決めるっていう感じです。で、警察署から来る場合っていうのは、それこそストリートにいて、なんかこう盗みをしたりとか薬物使用してたりとかするともちろん警察に捕まるので、その警察がまずは児童拘置所っていうところに子供たちを連れてきて、でそこから裁判所に行って、裁判所で、その子どもたちがどういう施設で暮らすべきかっていうのが決まって、でそこから、まあ、児童局も介入し、あれも模様にリクエストが来て、受け入れるっていう感じですね。テルミさんが始め模様を始めた頃が、まあ、20年ぐらい、1999年にケニアの政府に登録した NGO 団体なので、その頃にはそれこそテルミさんはストリートでさまよってる子に声をかけて、もうモヨに来ないよみたいな感じでこう言って、で、自分たちでリクルートするっていう方法もあったんですけど、もうケニアのその児童法というか、そもそも法律がすごく厳しくなっていて、そういう子供たちを児童局とかの許可なく、施設に連れてくると、違法というか、まあ、誘拐に当たったりして、それこそ団体自体が、なんだろうな、指摘されたりするので、基本的には児童局、警察、あとは裁判所と全て連携して、公式なリクエストがあった場合だけ受け入れるっていう風にしております。そうなんですね。マトシさんが実際に子供に声かけてもう来ないよって話はなんか私も一つ前に聞いたことがあったので、まあ今も、まあ、今でも佐藤さんにね、代表が変えられて同じようにやっぱ子供に声かけて連れてきたりっていう流れがあるのかなと思ったんですけど、今はちょっとさすがに難しいんですね。そうですね、もう子供を取り巻く環境もどんどんやっぱり模様を設立した時からは社会の流れというか社会の動きっていうのも変わっているので、まあその動きに合わせて私たちも活動をしています。ちなみにその児童局っていうのはどういう組織というか位置付けの機関なんですか。日本でいう児童相談所みたいなものですかね。子どもたちのいろんな、社会上の諸問題とかを取り扱う、省庁。そうです、おっしゃる通りです。じゃあその先ほどその子どもたちを、そういうところで、まあ、あるいは警察の方で、裁判を得て、どの団体に振り分けるかを、決めるっていうお話があったと思うんですけれども、はいはいはい、以外にもいくつかそういうやっぱり候補となるような NGO とか団体があって、その中でモヨに合ってる子どもたちが来るような、そういう感じなんですかね。そうですね、基本的にはその子どもたちを取り巻くそのどれくらいの構成が必要なのかとか、世界関係にもちろんモヨはそれこそ男の子しかいないので、女の子だったらモヨには来れないので、まあ女の子のための施設に行ったりとかもちろんしてましたし、あとはそれこそなんかこうモヨにではこう扱えない子供もいるんですね。例えば殺人をしてしまった子とか、あとレイプ癖がある子とか、そもそもモヨでは受け入れられない、もっとなんかこう公的な更生期間に入れる必要がある子どもとかだったら、そういうところにこう行ってもらったりとか、そもそも身体障害とか知的障害がある子たちも基本的には受け入れられないので、まあ、その子どもたちの状況とか生活体系とかによって関連施設に行くか模様に行くかっていうのを決めるっていう感じですかね。そう、今のお話を聞いていて、今日実はこの後にね、質問コーナーというのを予定してるんですが、その質問っていうのをね、ちょっと事前に、JVC アフリカチームのみんなにいろいろ聞きたいことあるっていうふうにちょっとヒアリングをしてあるんですけれども、その中で、なぜモヨには男の子しかいないのっていう質問があったので、今のお話の流れだとここで聞いた方がいいのかなと思ったので。
はい、男の子しかいない理由は、基本的にはもう男の子で、それこそテルミさんが始められた時に最初に男の子を保護するようになったので、そのまま男の子だけっていう感じです。施設 の、 大きさとか、それこそスタッフのマンパワーで、マンパワーの関係で、男の子も女の子も受け入れたら受け入れることはできない。ちっちゃい施設の中に女の子も男の子も一緒にしたら絶対にジェンダーの問題が発生するので、まあ、今の規模では男の子のみの受け入れかなというふうに思っています。あと、モヨチルドレンセンターの今日なんか写真とか、はいはい、ものがあったらちょっとそのお出してもらってもいいですか。あ、承知しました。これがあれですね、子どもたち全体全員とスタッフ全員の写真で、これが児童養護施設のでみんなでちょっと集まって、この真ん中っていうんですかね、てるみさんの写真を子どもたちが持ってるんですけど、創設者のてるみさんをみんなでちょっとお別れ会をした時の写真です。今は、児童養護施設に、20人の男の子で、ドラッグリハビリテーションセンターに11人の男の子がいて、スタッフが全部で、私含めて12人っていう感じの、まあ、ちょっとこじんまりした組織なんですけど、まあ、アットホームな、まあ、家族みたいな、あったかい団体っていうのが私はモヨのこうなんていうのか魅力だと思っているので、まあ、なんかみんな家族みたいにこうバイバイと暮らしています。あとは、本当に2週間前ぐらいかな、に、新しいストリートチルドレンが、6人が入居しまして、この写真で11人、奥にいるのが、奥のなんか青いセーター着てるのがスタッフで、それ以外に10人、あともう1人いるんですけど、これがドラッグリハビリテーションセンターに暮らす子供たち。今は11人暮らしてます。みんな、ワイワイ元気に。それこそストリートの生活ってすごく厳しいので、まあ、寝る場所だったりとか食べるものだったりとか、それこそまあ警察に追われるリスクもあるし、まあ、なんかそういう厳しい生活の中で、まあ、モヨに来てすごく安心した表情だったりとか、なんかこうほっとしたような、なんか最初は結構緊張している感じなんですけど、なんかこうほっとこうなんか顔がなんかこうなんか緩むような、なんかみんなワイワイ してくれてて、私はすごく嬉しいなと思いながら、はい、この新入りの子たちです。みんなやんちゃです。今の写真でもそうだし、その一個前の写真もそうだったんですけど、なんかこう花柄のすごい鮮やかな色のズボンを履いてる男の子は何かいますよね。ああ、黄色と緑みたいな感じの。これはですね、まあ、現地でいう、まあ、アフリカ布って言って、現地の方々が、まあ、よく使ってる布なんですけど、その布で、それこそドラッグリハビリテーションセンターに暮らしている合唱子の写真の左から3番目の子なんですけど、この合唱っていう男の子が全部仕立てたお洋服になります。でこの子はですね、まあ、2017年ぐらいからモヨに関わり始めて、でストリートチルドレンで、もともと結構アーティストな、アートの才能があって、路上で、まあ、それこそシンナー吸いながら、路上のアーティストといって、自分で絵描いて、その絵を売って、生計を立てて、こう、小遣い稼ぎして、ストリートで暮らしてて、ストリートの生活も長くて、結構シンナーへの依存度も高くって、モヨに来ては、ちょっとご飯食べて、またストリートでシンナー吸いながら帰って、で、また戻ってきて、またストリート戻って、モヨに帰ってきて、みたいなのを15回以上、繰り返して、で、やっとここ2年ぐらいで、落ち着きを見せてくれて、で、職業訓練校に通い始めまして、ファッションデザイナーになりたいということで、洋裁専門の、職業訓練校に通い始めて、で、今もう本当に、それこそ私が、モヨに関わり始めた頃とは想像もできないぐらい落ち着いて、もう目の色変わって、なんかこう自分のパッションはファッションにあるみたいな、ファッションデザインになるためにとにかく頑張るぞみたいな感じで、モチベーション高く勉強頑張って、でまあなんかその合唱にぜひモヨのユニフォーム作ってもらいたいなということでお願いして、みんなにこう作ってもらったお洋服で、おそろな感じ、素敵ですよね。そうなんですよ、私がアフリカの調達して彼に渡して、彼がそれぞれスタッフと子供たちの採寸をして、この勝負服を作りました、モヨの。あ、
いいですね、こう一体感がね出て、みんなでそういうお揃いの柄で誇らしいです、うん、彼のことが本当に。はい、そうですね、なんか彼のそのね服がなんかネットとかで買えたりするといいですよね。なんかそういうルートとか、そういう、まあ、でも今はまだ彼見習いなので、まだまだあの日本のお客様にお届けするにはもっと技術を上げてもらってからちゃんと売れるようにしたいなと思ってます。あの今年職業訓練校を卒業して、であの地元のテーラーさんのところで見習いを始めるので、あのもっと技術とか、はい、あの技術力をちゃんと上げて、であのからですねちゃんと経験を積んでもらおうと思います。一人前だった彼のやっぱ服が、はい、運用できるようなそういうものが解説されたら、ぜひあの我々にもこのハローアフリカでも紹介させてください。ありがとうございます。彼に伝えておきますね